今治工業高校の学校紹介は野球部マネージャーの日焼加穂がお伝えします。本校は今治市の中心部を流れる総茶川沿いに位置し、昭和17年に開校して以来、ものづくりから人づくりへを教育目標に、産業界を担う人間性豊かな技術者の育成を目指しています。お願いします。お願いします。野球部は全力疾走全力発声をスローガンに、初優勝を目指し日々練習に励んでいます。今年は投手を中心とした粘り強い守備と前を向く力のあるチームを目指して、体作りや冬場の練習試合に臨んできました。球場に足を運んでくれる高校野球ファンが見入るような今高野球を見せられるよう、チーム一同頑張ります。